よっすー、モノワーク実況プレイ早速始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。おそらく私の見立てでは前のとつなげてると思われます。実はね、数字の読み方を記載してくださってる方がいて、私ずーっとね間違えてたんですよ。2番目のさ、何ダイヤ型に真ん中に線あるやつ、あれ0だと思ってたんだけど8らしい8なんだって。だからね、数字が間違ってた。考え方としては完璧に私正解だったんですけど、数字の読み方ね間違えてたみたい。いやこれさ、あ、ほんとだ、続くじゃん。ここまで合ってればつなげられるんだ。へえ、惜しかったね、自力で分かったのにまさか8の読み間違いでね手こずるとは思ってなかった。じゃあやるか。いよいよね、本当に最後の方の決戦近いと思うんだけど、とりあえず行って見ればわかるのかな。おーおーおお、この感じ異界に吸い込まれる時の。ちよちゃん離れないでね。あ、ちよも来る。異常事態、一体何をしたの。サインの番号に発信をした。先輩、サインを発見したんですか。ずっとね、あったこのままじゃ部屋中の人間が巻き込まれるぞ。え、ごめん、発信先が悪かったな。発信先？異界の深部とつながろうとしている。ほえー、力の本流が強すぎて今の我では制御しきれない。マジか。真空に通じたようなものだ。意志ある存在は丸ごと吸われるぞ。あ、てか今気づいたけどさ、バニタスやばくない口んとこめっちゃえぐれてんだけど、怖っ。せいぜい覚悟して挑むことだ。え、大丈夫かな、バニタス信用して疑ってんだけど。おー、相変わらずバニタス以外なんだな。チヨ大丈夫か。ちょっと守りながら戦わないとね。あー、赤い憂鬱のとこ、あ、みんな倒れてる。チヨが死んだとこもこういう感じだったもんな。夜の世界。あ、これタイトルのやつじゃん。これが銀のもん。男性陣大丈夫か。みんな大丈夫。おお、なんだか初めて異界に引き込まれた時を思い出しますね。なんかね、その時とはまた状況が違うけどね。仲間みんないるし。慣れちゃって驚きや怖さは薄れちゃったけどね。それは良かったな。これがムーン。そうみたいね。こうして近くで見ると怖いくらい大きいね。はいはい、壮大。異界で普段見るときは遠くに見えているだけでしたしね。遠くで見えてたんだちょっといろいろ見返してみようかな。この向こう側に神様とやらがいるわけか。うん、行ってみるしかないよね。開くのかな。でもね、ユーゴさんの話だと他の人間すべてが巻き込まれる何かが起こってしまうみたいだけど。大丈夫？なんだよこれ。怪我してない？やっぱり君たちはすこぶる滑稽だね。夜？どうすんだ？資格を持っていないとその門は開かないよ、亮太郎くん。資格か。私はあるのかな、じゃあ。夜ママ。こんばんは。こんばんは。そうだよね。
夜が一人、その姿学園長から分離したの。違うんじゃない？ソラさんとユーゴさんはどうしたんだ？ほう、あれだけ散々な目にあったのに、それでも二人が心配なんだ。まあな。深夜くんは中堅の鏡だね。まあいろいろ利用されたりしてたもんな、深夜は。あれだけ散々な目にあったのに。ん？お前も、もしかして。あ、そういうこと？記憶があるってことか。ね、記憶があるのか。空や君たちにやられたクソいまいましい記憶も、千代ちゃんでたっぷり楽しんだ愉快な記憶も全部覚えてる。覚えてんだ。おかげで私の予定は全部めちゃくちゃ。こうなったのは全部あなたのせいだからね。なんでですか？だから逆恨みなんてしないでね。逆恨み？どういうことだ？あなたがどの道消えてなくなることですよ。は？待って。二人相手？嘘。皆さん勢ぞろいで、一体神に何を願いすがろうとしているのか。憂鬱のモナークがね、二人出てきちゃうくらいよっぽどなことなんだね、神様を呼ぶっていうのは。ソラさん！深夜。心配してくれてありがとう、深夜。やっぱりあなたは優しいですね。でも私はもうソラを卒業したんです。え、やめちゃったの？記憶を見たのなら深夜も知っていますよね。私はただのしがない憂鬱のモナーク、彼の従者。ちゃんと名乗るのは初めてですが、モナークとしてはトリスティアという名前だってあります。へえ。もうソラさんは存在しないのか。じゃああなたの共感のおかげで私たちも魂に保存された記憶を思い出すことができました。やっぱ私のせいか。そうだよね、それ以外考えられないもんな。何度も巻き戻った世界のことを、当然そこにいる私のまがいもののことも。仲悪い。だから先んじてあれを分離して、はあ、契約者である彼の支配下に置くことができました。先に分離しちゃったんだ。で、ユーゴさんが普通にいるのか。記憶戻ったのかな。ね、ユーゴさんは無事なのか。ええ、よかった。そうだね、今の深夜にとってはユーゴさんだけが親だもんな。何を安心してるの？え、やっぱり君たちは何も分かってない。5番目のバッドエンドが増えただけだってのに。やめろ。バッドエンド？どういうこと？こんなやからの言葉など気にする必要はありません。うわ、ここで来るんだ。そっか。三人相手か。ただ然るべき結末で幕を閉じるだけですからね。なんで開けさせたくないんだろう。ユーゴさん。ユーゴさんではないのかな、本名的には。深夜、お前はこちらに来なさい。あ、神宮の人間としての役目があるのだから。あー、私を選んでくれるか。私を選んでくれるかな。役目ね。私たちはこの世界のために
はい、彼を消し去らないといけない。なんで？何を言ってるんですか。落ち着け。不用意に近づくんじゃねえよ、うん、伊達さん、親子の語らいに水を差すのはよしてくれませんか。うるせえ。そもそもどうしてあんたがここにいる。資格を持ち、サインを見つけた人間しかここには来れないはず。見つけてるもんね、ユーゴさんは。ユーゴさん、どういうことですか。君たちは先ほどからユーゴ、ユーゴ、ユーゴと私を呼びますが、その名前は空と共にこの国で過ごすために手に入れた仮初めのもの。国？本当の名前ではありません。まあ、それは分かって。本物の空がいない今となってはただただ憂鬱な響きの名前です。そっか。まあ、どういうこと。まあ、クロムエルの書記読んでれば分かるけど。私の本当の名前はヒューゴ・クロムエル。あー、それでクロムエルの書記。そっか、そうだよね。そっか。もしかしてあなたが HC クロムエルの書記の著者。そうだよね。あの書記を知っているなら話が早い。クロムウェルの初期の著者は全てのモナークを倒している。うん、つまりユーゴさんも資格保持者。そうなるな。君には感謝をしています。何を。全ては君と共感でつながったおかげ。あ、そっか、じゃないと忘れてたもんな。君の虚職の権能の力、魂操作の力がきっかけで、これにかけさせていた認識操作が解けました。あ、そうなんだ。ユーゴさんがかけさせてたんだ。そっか。亡き空への愛を思い出せました。うん、彼女の意志を継ぎ、彼女の愛した世界と学園を正しく守る覚悟を得られました。はい、いや、巨色のモナーク、そのまがいもの。え？巨色のモナークのまがいもの？ん？ん？どういうこと？私がモナーク？え？たまたま生まれ落ちてしまったエラーにもかかわらず私を救ってくれたことは感謝します。え、どっちも聞きたいけど、巨色のモナーク。え、違います。え、そのまがいものです。どういうことだよ。一から説明してよ。モナークだとかまがいものだとかエラーだとか、私のお兄ちゃんに嫌味なこと言わないでください。チオ、チオ、ありがとう。作られた存在だとしても、お兄ちゃんはお兄ちゃんです。うん、一人の人間です。こんな私も人間だって言ってくれるのか。人間？どうしてそう思うのですか。作られた存在であり、この世ならざる異常な力を使うのに。力で作られたかどうかは関係ありません。それに権能を使えるのはお兄ちゃんが契約者だからってだけじゃないですか。ユーゴさんも同じでしょ。全然違うさ。彼は契約者ではないのですから。まあ、今までのバニタスの言動からしてそうなんだろうなと思ったけど。じゃあどうして力を使えるの。まがいものってどういうことだ。契約者
ですけど、最初の契約は何だったんじゃ？笑うな。一つ疑問に答えてあげましょう。ありがとう。君の力に対応する霧は見当たらず、君の力に対応するイデアも見つけられない、うん、当然です。あなたは契約などしていない。え、してないの？夜同様に私のイデアを源として、もともと持っていた力を使っていただけなのですから。え、ユーゴさんのイデア、あ、そっか、だからイデア壊すと消えるのか。あー、え、そういうこと？それに、はい、契約者は剣能を使えても剣族を刺激する力は持ち合わせない。刺激はできない、出せるけど刺激はできないってこと？え、みんな出してたじゃん、バン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 配置してたじゃん。あれは何よ？君が剣族を刺激できるのは契約者じゃなくモナークのまがいものだからだ。あー、じゃあ今までのは全部契約してるモナークたちがそれぞれ刺激してるってことか。あー、そういうこと？人ですらない。君こそが虚職のモナーク、そのなり損ないだ。なり損ないっていうのがまたわかんないけど、私はモナークなのか。何を言ってるんですか？バニちゃんが虚職のモナークで、お兄ちゃんはバニちゃんと契約をしていて。そう、バニタスは何者？傲慢、憤怒、嫉妬、色欲、強欲、怠惰、暴食、憂鬱、虚食、うん、モナークは九柱しか存在しない。うん、書いてあったね。虚食のモナークは魂操作の力を奪うことを目的に、トリスティアが40年以上前に存在ごと吸収して取り込んだ。そうだ、書いてあった。魂も含めた本物の空を蘇りさせるために。あ、じゃあもう実際の巨色のモナークはもう存在しないのか。だが結局異なる属性の力はコントロールできず、諦めるほかなかった。うん、そして取り込んだままだった巨色のモナークの核が分裂した夜から流出した結果、彼のような中途半端なまがいものになったようですが。なるほどね。もともとソラさんの中にいた夜の力が分裂して私になったのか。ややこしいよややこしい。そういうこと？だからまがいものなのか。バニタス。少なくともバニタス。バニタスは何者じゃ？私の知っているモナークの中にお前のような存在はいない。じゃあお前何？ギギギ。お前は誰とも契約なんてしていない。できるわけがない。そうだろう。得体の知れない何か。ユーゴさんでも正体は分かんないのか。え、何？ギギギ。何かとはひどい言い草だな。えぐれてる、怖い。だが、その通りだ。やっぱそっか。敵なのかな？本当なのか？ギギ。ギギギギギギギ。お前からイデアの場所を尋ねられたり、契約を破棄したいと言われたとき、我は何と答えた？見当違いだなーって。答えられるわけねえだろって言われた。答えられるわけがない。我にできるわけない。見当外れだと言ったよな。言ってた言ってた。当然だ。ないものは知らない。ないものは消せない。そっか。そもそも。はい、我が一度でも自分がモナークだと言ったことがあったか？ないか。
うわー、見返そう自分の動画。あーでも言われてみれば言ってないかも。ソラさんとかがもともと、あーモナークねみたいなことを言ったんだよね。確かにバニタス自身は言ってないかも。悪魔であることを肯定したことがあったか？ないか。じゃあお前何？それじゃあ本当に先輩は契約者じゃない？人の形をしたモナーク。理解いただけたようですね。まあ分かったわ。まあ腑に落ちたかな、なんとなく。彼は人のふりをした虚職。人らしく生きる価値も尊厳もありはしません。ひどい。君は何度も夜に作り出された。自分によく似た意志のない同胞たちを見たでしょう。いっぱい見た。彼らと君とは一点の相違を除いて全くの同じ存在です。虚職の力を持ってるか持ってないかってことか。君だけがエゴや意志を抱けたのは夜が流出した虚職のモナークの核を持っていたから。なるほどな。君にしろトリスティアにしろ夜にしろ、エゴを育て意志を持ち人間の真似事をするのは勝手ですが、どれだけ人らしく振る舞い人のような外面をしていても人にはなれない。そんな悲しいこと言わないでよ。勘違いはやめろ。人外のごっこ遊びなど嘆かわしいだけだ。それをトリスティアがどんな思いでやってたと思ってるの？あなたはあなたのためにずっとやってたんじゃないですか。そんな悲しいこと言わないでよ。相川さん、日向さん、深夜、駿河台さん、伊達さん、君たちが何を願うためにここまで来たのか察しはつきます。彼を救いたかったのでしょう。だったらどうなんですか？ん？私はここに君たちを止めに来たのです。まあ、同じことをしようとしているからって感じ。まあ、ちょっと違うけど。そもそも人外など救う価値はないと伝えたかったのもありますが。結構きつい言い方するな。この門の先の存在が危険だからというのが理由です。神が？あれの力は剣能の力と変わりありません。ああ、だから世界が歪んじゃうってことか。というより剣能はあれの力を借りたもの。ああ、根本なんだね。非日常、超自然、常識外の力、うん、何をどう願おうとその力の影響を受けた世界は何かしら歪みを抱く。霧や歪みを排することを願っても代わりの脅威が生み出されるだけ。門の向こう側に閉じ込められているのにはそれだけの理由があるのです。そっか。諦めて考え直してください。うん、私が望むことはそれだけ。あとは君たちを傷つけるつもりはない。トリスティアと夜はモナークとして異界に戻し結界も解きます。ああ。駿河台さんと伊達さんが力を捨てたくないというのなら監視はさせてもらいますが、それで構いません。条件が良すぎるな。私も異界に残れってことか。じゃあ共感の力で通じたからわかる。君たちは善良な人間だ。
わかりましたか？わかった。君が消えてくれれば、君の存在をみんなが諦めてくれれば。私は消えなくてはいけないんですね。残るとかじゃダメなのか。あとはみんなが幸福になります。君という存在だけがハッピーエンドの邪魔なんです。そっか。諦めてくれますよね。うわーと。みんなどう思ってんだろう。